こんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。そしていや先生、そしてじゃなくて声おかしかったから先生どうしたの先生、今元に戻ってるけど戻ったよかったびっくりした。いやなんだこの三文芝居はおかしいだろ本当に。今日は何をやるのかな。今日はですね、誰でも簡単に作ることができる大きなシャボン玉の作り方をご紹介します。じゃあゆっくりね今日も説明するので、はい、皆さんついてきてくださいね。お願いします。それではレッツサイエンス。なんだバカ野郎この野郎。直径1メートルの巨大プールに 1.5 リットルの精製水を入れます。普通のお水でも大丈夫ですが、精製水の方がきれいにできます。まんべんなく入れていきます。続いて洗濯のりを200ミリリットル入れます。さあ200ミリリットル測って入れます。続いてキュキュットのオレンジを200ミリリットル入れます。あまり泡立たないようにゆっくり入れてください。そーっとそーっと入れてまんべんなく混ざるように入れていきます。入れ終わりました。続いてグリセリンを100ミリリットル加えます。このようにフラフープにガーゼを巻きつけます。これで1時間ほど置いてなじませます。何しよう1時間うん踊るかはい1時間待ちました。日も傾いてきました。実際に上げてみましょう。いきます。わーすごーい。こんな感じで綺麗なシャボン玉ができました。わーすごい大きなシャボン玉ができました。巨大プールの中にアナヒコくんに入ってもらいました。このアナヒコくんに巨大シャボンをかぶせてみたいと思います。さあどうなるかな。あ、ちょっとアナヒコくんあ、ついたあ、ちょっとちょちょオッケーです。かなりあの穴ちょっと止まりそうすごいなんかびしょびしょになったね。アナヒコくんびしょびしょなんだけどどうしようこれね。でもなんとかアナヒコくんの高さまでシャボン玉を作ることができました。先生、はい、なんてあんなに巨大なシャボン玉が作れたの？それはね、洗剤の分子には水にくっつく部分と油にくっつく部分があります。水と混ぜることで洗剤の水にくっつく部分は水とくっつきますが、油とくっつく部分は水の中に入ることができず外側に並びます。このようにしてできるのがシャボン玉です。ということなんです。なるほどね。でもね先生、はい、シャボン玉を作る過程で、はい、僕の腕を折ったりぶつかったり、はい、洗剤がいっぱいかかったり踏んだり蹴ったりだったよこっちは。そうだね、ごめんごめん本当。いや謝る気ないでしょ。でもね、うん、楽しかったからいいや。そうだね、うん、いい思い出ができました。はい、これみんなお家でも作ることができるのでぜひやってみてください。はい、それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。